はい、皆さんこんにちは、リョウトです。初めての環境、文化、言葉の壁など、留学っていうのは誰しもが不安になるものです。ただその不安と同時に、留学に対する期待や憧れも大きくなっている方も多いんじゃないでしょうか。ということでですね、今回は留学に向いている人、向いている人について、オーストラリアに実際に留学した僕の体験をもとにですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。では早速見ていきましょう。留学に向いている人、その1、適応能力が高い人。自分の許容範囲やマイルールをこう突破できない人、そういう方にとって留学っていうのは、もしかしたらただただこの苦痛をね、もう苦難を乗り越えるだけの修行のようになってしまうことがあります。留学は異文化をですね、こう体験しながら英語を学ぶためにするものであって、もう自分の許容範囲内でね、こう生活するってほぼもう無理、ゼロに近い。もちろんね、みんな人間ですからね、こう多少のこの環境の変化、今までからパッて変わった時に、こう多少にこうストレス、小さいストレスを感じるっていうのは当たり前だと思うんですが、ただやっぱり中にはこの小さいストレスをこう自分で消化できずに、もうなんかそれでもううわーって混乱をね、招いちゃうような人もいるかもしれないので、そういう人は結構きついと思います。まあ、ただしね、留学に向いてるか向いてないかっていうと、ここに関しては自分自身がそのこれから変わっていく変化であったり、他の国の文化ルールっていうのを受け入れるかどうかっていう姿勢、ここなんか今までそうだったんじゃなくて、もうこっからこうするんだっていう指定自体で、指定じゃない、姿勢で、まあどんどん変わっていくので、私はもうダメだって諦めないでくださいね。例えば分かりやすく言うと、日本ってお風呂に浸かる文化があるじゃないですか。まあ、最近だったらシャワーだけの人も増えてるかもしれないんですが、基本的に僕たちは湯船に浸かる、ね、っていうことをまあ普通に文化として持ってます。でところがですね、海外に行くと基本的にシャワーしか浴びなかったり、しかも一応なんかこうバスタブ、湯船はあるんだけど、それをな、浸かる用としてはもう使ってない。なんかそこでシャワーを浴びるだけで、もうそこに浸かれるようにはなってない。しかも場所にもよると思うんだけど、シャワーがもう水の量、使っていい量が決まって3分ぐらいしか浴びられないみたいな。きつくないっていう。そう、こうなった時、あなただったらどうしますかっていう話なんですよ。まあ留学をね、決意したっていう人であれば、ほとんどの人はもう体を温めることも難しい、本当にサクッとスタイルのね、あのシャワーを受け入れられると思うんですが、しかしね、中には、まあ、僕の実際にあの見た留学生とかの人、日本人ねでいたのが、もう湯船に浸かりたい、ゆっくりお風呂に入れるところがいいから、もうなんていうの、エージェントに連絡して、でもうホームステイでお風呂がちゃんとあって、ゆっくりあのお湯もずっと使えて浸かれる場所に移してください、そういうことをエージェントに言う人もいました。確かに人それぞれこう価値観は違うし、自分の中でこう譲れないものとかってあると思うんですけども、まあ実際にあなただったらこのシチュエーションがバッて自分に降りかかってきた時にどうしますかっていうことなんですよね。今伝えたのは一応例ですよね。こういうのもあるよっていう例なんだけど、例えばじゃあこれだけじゃなくて、他にもたくさんのこうイレギュラーっていうのが存在します。で結構これ単純な例だけど、留学とか海外に住む、ワーホリもそうです。海外に住むってなると、こんな感じのイレギュラーな、ちょっとストレス溜まるようなことがバンバン連続で起こります。日常茶飯事、住んでるからね。なので本当にいろんな角度から自分の許容範囲を超えるようなことがどんどんこう飛び交う。そういう時に、まあ留学中でも自分のマイルールだったり許容範囲、ここをまあ突破できないっていう方は結構きついんですよ。そうなってくると、しかもこう他人に頼らざるを得なくなったりね、自分一人でこうどうもできなくなったり、もう本当に貴重なその時間、留学とかワーホリとかで使ってるこの貴重な時間っていうのをどん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 損してしまうし、自分自身が一番損しちゃうよね。まあ、しかも人間ってどうしてもこう年を取れば取るほどちょっと柔軟性をね失われるっていう風に言われてるので、これやっぱりこう柔軟性があった方がやっぱいいわけですよ。でこういう理由からも、こう若くして留学行った方が、まあ、成功する人、うまくいく人が多いなんて言われるのは、そういうところにもあります。勉強ができるできない、頭がいい悪いだけではなく、そういうところもやっぱ留学とかってなると重要になってきます。ただね、ただ、まあ、私は年取ってるから、もう僕はもうこんな年だからっていうわけじゃなくて、何歳でも柔軟にそこが対応できればいいだけなので、年はあんま気にしてないです。なんなら今留学するっていう人の年齢はどんどん増えていって、まあ高くなっていってるので、気にしてる方が逆にちょっと時代遅れです。なのでここのマインドを切り替えることによって、どん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 チャンスは広がっていくと。なので本当にそこら辺が、あ、自分は大丈夫だな、結構もう好奇心旺盛でいけちゃうなっていう人は、もう何歳でも行っていいと思います。あ、それでね、適応能力っていうのもそうなんだけど、
ここでまあプラス好奇心旺盛な人もう最高です、うん、普通みんながってなるところをもうなんかワクワクしちゃうわけでしょ。うん、もうそんなん最高ですよ。絶対行った方がいいです。めっちゃ向いてます。そういう倍楽しめちゃうような人はもうぜひぜひもうね、あもう僕向いてるんだ行こうみたいな感じでね行っちゃってください。留学に向いてる人その2、自立心を持っている、または常に人に依存しない人。留学生のほとんどの人が結構もう自立心の塊ですね。結構これ日本人が達成すると苦手なポイントかもしれません。でも先ほど言った通り、いざこう自立心の塊ですって人が海外に行ったとしても、この異文化の違いとかがなかなか受け入れられなかったりして、他人、特にまあ知り合った日本人の人とかにもう付きっきりでこう頼りっきりになっちゃう、こんな人もやっぱり多いです。別に行く前はそうだったかもしれないけど、行ったら結局キャパオーバーになっちゃって、行けると思ってたけど実際キャパオーバーになって他の人に頼らなければ何もできない状態で、そこでも安定しちゃって、それがずーっと続いちゃう。こういうのも結構あります。だからこういう人結構ほとんどです。だからこそ留学またはワーホリなんかで海外で生活をするのであれば、現地の文化やルールを受け入れる姿勢を持って、それを元に自立するっていうことをね、ぜひね心がけてほしいです。だって想像してください、留学するっていうことイコールいつもこう言葉の壁っていうハンデ、言葉が通じないっていうハンデを背負いながら生活していくわけなのに、関わらずこう自立心とかがちょっと低めな方、もう何をするにもこうホストファミリーや日本人の知り合いにも頼りっぱなしになっちゃう、またはまあこれもすごく多いんだけども、自分と同じ境遇であったりとか、やっぱ英語があまり話せない日本語でコミュニケーションを取る日本人の友達とずっと行動を共にしちゃう、こんな感じになっちゃうのは結構留学に行って、ああもっとこうしてばよかったなみたいな後悔につながる、なんていうんだろうな、ポイントであるかなと。なので留学はしたいけど、もう日本人特有の集団行動しか私できません。誰かといないと不安で、何をするにも家族、友達、恋人なんかと一緒じゃないとダメ、そんな方はもう今気づいたのであれば、もう日本にいるうちからその自立心じゃないけど自分で何かをする、一人で何かをちゃんと行えるようになる練習をねするのをまず先にした方がいいかも ね。日本でできないことは海外でも難しい、ね、結構僕今きついこと言ってると思うんですけど、ここすごい重要なんです。なので行く前にこうなんだろうな、こういう肝心な部分っていうのを自分が今知れたのであれば、全然こうトレーニングして克服できることなので、マイナスに捉えずに、あ気づけたラッキー、じゃあここトレーニングしようっていう風に、まあ、マインドチェンジしてもらえればなと。ただね、勘違いしないでください。この話とかすると結構みんなね、同じような偏った意見を頭にすりつけちゃうんだけど、日本人の友達を作るななんて僕は言いません。いいですか、日本人の友達作るなっていうのは違いますから、逆に僕はいっぱい作ってほしいです。海外に住んだら日本人の友達をできるだけいっぱい作ってほしい。いいですか、全く違う土地、もう自分が生まれ育った国とは全く違うところで出会った同じ国の文化価値観ね、なんかを持った同じ言葉で通じ合える人たち、そんな人たちともう新しい、今までできなかったような、で人生これからできるかもわからない新しい体験を一緒に共有していく、これめちゃくちゃ最高ですから。もうこのかけがえのない時間っていうのは何にも変えられないし、本当にねそういう部分で日本人とずっと何もしなかった人たちもいるんだけど、それで成功した人ももちろんいるよ、英語ばっか話してていいと思うんだけど、ただ楽しまなくちゃで、楽しむんだったら同じ価値観を持った人たちといるのが手っ取り早いし、しかも共有コネクトできる度合いが全然違うから、そういう意味でたくさん日本人の友達も作ってほしい。勉強するときはする、英語話すときは話す、で日本人の友達と遊ぶときは遊ぶ、これでいいじゃないですかね。もうどのサイトや口コミ SNS なんかを見ても、このやっぱ留学に行くイコールこの留学先に日本人と絡まない、もうなるべく会わないようにするっていうことが書いて、しかもなんかそれが最重要みたいな感じになってますが、僕はこれをもうなんて言うんだろう、否定します。うん、真っ向から否定します。いいですか、不安な方見てください、僕多分いろんな日本人と絡んでめちゃくちゃ友達いましたけど、英語ペラペラになりましたから、うん、みんなが心配してる、だって日本人と絡んだら英語喋れなくなるじゃん、わかるけど英語喋る環境も自分で作ればいいだけだ、そのサポートもわからなかったり方法が何思ったら僕も教えます、そういうサポートもするので、もう安心して日本人の友達作ってください。 OK ですか、僕が留学でもうしてきた経験の中でもう最高のなんて言うんだろうな、思い出の6割は多分日本人と一緒に作った
思い出がほとんどです。マジで最高でした。留学に向いてる人、その3、目標またはゴールを明確にできる。何をするにも目標やゴールを明確にできない人、その場をね、こう乗り越えるだけで満足してしまう人、こういう人は留学で後悔、失敗とは言わない、ただ後悔をしがちなタイプ。留学期間っていうのは、まあ人によって違いますし、もしその期間で英語を、まあ自分が思うようにマスターできずに帰ったとしても、目標をしっかり決めていれば、まあ帰国した後でもその英語を勉強する、このモチベーション努力っていうのは、まあその士気が上がった状態で続けられると思うんですね。でもそうじゃない人だったら、もう言ってしまえばただの長期海外旅行みたいな感じになっちゃうわけですよ。留学っていう言葉のその学、学ぶっていうところ、その価値のある学びっていうことにつながらなくなってしまいがちなので、なのでしっかり目標やゴールはしっかり決めて、それに向かってアクションを起こしていく。これはすごく大事です。まあなんかこういう考え僕はあんまりしないんだけども、ただいろんな話を聞いてて納得したのは、理想と目標を別にして考える。こんなんだったらいいなぁと、こうするんだ、このためにはこうしてこうしてっていうのはまた別に考えて、こういうのがあったらいいなってやっぱりやってみようとかわかるけど、ただ現実的に考えてこういうことができるようになりたい、なのでこの時間帯でこれをしよう、ここを別に考えるですね。こういうところも抽象的になって申し訳ないんですが、まあ分かんなかったらまた相談してください。もちろん留学の目標は人によってそれぞれ違うと思います。例えば英語をペラペラになる、もう英語で言うネイティブみたいな発音にしたい、英語とりあえず聞き取れるようになりたい、もう単純に外国人の友達をいっぱい作りたい、憧れの外国人の恋人を作る、またはもう上記全てをクリアするみたいなね、もう今言った全部網羅、まあなどなど、こういうのは人それぞれです。ただ海外旅行ではできないこと、留学したから目標にできることっていうのをしっかり考えてもらえるといいかなと思います。 OK ですか？なので留学に行く前から、まあ、留学に向いている人っていう動画今作ってるじゃないですか。まあこれに向けて、じゃあこういうタイプの人になれるような努力をする、じゃあこういう人になる、そのためにはこうこうこういうことをして、じゃあいざ行くってなった時に、まあ、自分が向いてるタイプの人間で行けるような、万全な状態で留学に行けるようなことをトレーニングしておけば、まあ行ってからでもそうね、目標を立ててそれに合わせてプランを練ってアクションを起こして、でどん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 試行錯誤してっていうことができるかもしれない。なので今のうちからね、できることは少しずつ、ちっちゃいことからでもいいです、始めていけたらいいかもしれません。留学に向いてる人、その4、ストレス発散が上手。もう常日頃からストレスを抱えやすくて、さらにそれを自分で発散するのが難しい人、この人は留学に向いてる向いてないっていうよりか、もう単純にきついと思います。まあ実際に僕は極度にこう、なんだろうな、ストレスを抱えるタイプなんですよね。ストレスって自分で思ってないこともあるし、ただストレスだなって思っても発散せずにこうぐーっと自分で溜め込むタイプなので、案の定もう当時すごい病んじゃった時期とかもある。でもね、でもこう結構あっさり、なんだろうな、何事もなかったかのようにこうスパッと忘れちゃったりするんですよ、時々。ぶわーっと溜まったのにファン、まあ、そういう、なんだろう、結構マイペース人間なので、まあだから乗り越えられたのかもしれないし、まあちょっといろいろ気合をね、出した時もあったんですが、ただこの自分でストレスを発散できない、それが難しい人は、あっちで苦労する可能性は高いかなと思います。まあ僕なんか基本的に、それは根に持つのに、これは寝たら忘れるの。たまに、まあ寝たら忘れるタイプとも言われるし、すごい、ずーっと抱え込んじゃうタイプみたいに言われることも、まあ僕の話はいいんですが、ただこう、神経質で、特にその、ストレスの発散法を見出せてない人が何かこうストレスをね抱え込んでしまうと、もうそれをいつまでも考え込んでしまって、で案の定こう殻に閉じこもってね、こうどん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 萎縮して、もうパフォーマンスも下がって何もできなくなる。もう正直留学でこれは本当にやっちゃいけない、留学に行って何もできなくなる、殻に閉じこもる、これは絶対避けてほしい。例えですよ、英語が理解できないとか、もう単純に英語話せませんと、文化の違いにも驚愕してしまう、まあ、そういったことが起こっても、まあ、それが原因でこう殻にこう閉じこもってしまうと、なんて言うんだろうな、まあ、何も前に進めないじゃないですか。なので本当に留学に向いてる人っていうのは、もうストレス発散方法を自分で持ってたりとか、まあ、無意識にそれができる人、ストレスをあまり溜め込まない人、これはめちゃくちゃ留学に向いてます。もう本当にストレス発散って寝るっていう簡単な、もうザ・シンプル寝るみたいな人もいれば、友達と遊んだり趣味を楽しんだり、まあ、いろんな方法があるんですが、
まあそう、人によって様々ですよね。まあストレスってね、まあそのまま心だけじゃなくて、体調にもこう、ね、体も左右してくれば体調崩しちゃうの。これはもう厄介ですよ。心病んで体も壊して、で、英語喋れない。どうすんの？病院行けんの？なんか薬局です。薬局でそれっぽい薬買えるんですか？きついですよ。もうそれもそれでストレス溜まってっから。もう本当に悪循環ので、もう今留学であったり、ワーホリ、海外に長期でこう住むことを考えている人、もうこれに関してはね、今からもうすぐに自分はどうやったらストレスを発散できるの、これをね見つけてください。 OK ですか？ストレス発散方法まだ見出せてない人、ピンときてない人、自分で探してください。そして一番大事なのは、自分自身で自分に対してストレスをかけないこと。いいですか？自分に対してストレスをかけない。もうネガティブキャンペーンを自分で始めちゃうと、もうなんていうの、もうキリがない。自分で損しちゃうので、それは自分も損するし、留学にも向いてない。いいことないんで、ネガティブキャンペーンね、よく開催しちゃう人は抑えてください。ただし、そういうね、ちょっとネガティブキャンペーンが心配な人とか、いろいろ発散方法がわからない人、そういう留学生とかね、そういう留学生や生徒さんをケアしてくれるエージェントとかあるんで、しっかり頼ってください。エージェントとかやってる人いるんで、頼ってください。留学に向いてる人、その後、積極的に行動できる、または恥を捨てられる。旅の恥は書き捨て、なんていう言葉ね、聞いたことあると思うんですが。What happens in Vegas stays in Vegas っていう言葉にもなってて、まあ要はベガス、まあラスベガスですよね。ベガスで起こったことは、もうベガスに置いて帰る。そう、英語が話せないとか、僕の発音ちょっと下手だよな、苦手だよな、みたいな。とか、失敗とか恥ずかしいとか、そういう気持ちがあって、まあなんて言うんだろうな、何も、失敗とか、なんかやらかしちゃったこととか、自分がこう、恥じている。まあそういうのはもう留学したその瞬間に残っていくだけであって、もう日本帰ってきてまでついてくることじゃないので、まあ気にしないでってこと。失敗なんて誰でもするし、恥ずかしい思いもみんなします。恥ずかしくない人もいるんだけど、たまに。すっごい恥ずかしさが全くない、もう何でもしちゃう人もたまにいますよ。そういう人は絶対留学に向いてるんだけど、まあ恥ずかしいじゃないですか、基本的に。僕も目立ちたがり屋だけど、恥ずかしい、プライド高いから恥ずかしかったりとか、こうプライドが許さないみたいなことは結構あって、それが壁になったりしたんですが、まあそんなのも乗り越えて、どん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 トライしていくのはやっぱり絶対にした方がいい。で、留学した時とか海外に行ってなんかやらかしちゃったことなんていうのは、帰ってきたのみんな知らないし黙っておけばいいし、それをね、持って帰ってまで、あの時こうだったなみたいにしなくていいわけですよ。そこでやったことはそこに置いていきましょう。その方がヘルシーですよね、健康的。まあ当たり前なんですけど、僕は当たり前っていうか、こういう風にいつも思うんですけど、失敗なんていうのはしたもん勝ちです。トライせずに逃げてしまったら、その目標にたどり着くっていうことは絶対にできませんよね。もう僕なんて何回めちゃくちゃな英語使ってきたか、なんていうかな、もうクラスで一番みんなを笑わせた自信もあります。お前何言ってんだみたいな。そして最終的にそのクラスで一番失敗して一番笑われてた、まあ恥を捨てた僕はですね、最終的にそのクラスで一番スラスラ英語を話せるようになってました。恥ずかしいって気持ちを捨てられずに、いつまでも英語を話そうとせずに、相手にこう理解してもらうための努力をしない人、積極性がない人っていうのは、留学に行った時にすごいそれが足かせになってしまう可能性があります。まあ、ただその性格がちょっと積極性がないな、人に言われたことあるなっていう人も変えていきます。なのでそこは今からでもどんどん努力してトレーニングして変えていきましょう。で、まあ、正直言うとね、今まで言ったこれをもう台無しにしてしまうかもしれないんですが、そもそもあっち行くと日本と違ってね、みんな人のことなんて気にしてないわけですよ。他人のことをあんま気にしてない。で、なんかこう、なんていうかな、みんな人の目気にしてないし、他人にもあんまり興味ない。自分大好きだから、自分一番みたいな人たちだから、結構ね。なのでもう自分恥ずかしいな、迷ったらどうしよう、なんか思われたらどうしようみたいな思ってる自分がバカバカしくなってくる瞬間ありますからこんなんだったら気負いしないでよかったわみたいな、全然ありますから。まあそういうところに行かないとやっぱ分かんない。人からこう、僕みたいにこう今話してるように伝えられても、実際に行ってみないと、肌で感じてみないと分からないと思うんですが、ただそうなった時に思い出してほしいな。あ、例えば亮太こんなこと言ってたな、本当にそうだ、こんな自分思ってる自分がバカバカしいわってなることがあると思いますので、もう思い切ってもう積極的にいろいろトライしていってください。 OK ですか？まあ、とりあえず恥を捨てて今までにない経験をする努力
をしていくと、留学やワーホリ海外に住んでいた時に英語力のみに関わらず、他にもたくさんのね素晴らしいことを得て帰国することが絶対にできると思います。はい、いかがでしたか。ここまでを踏まえて、自分がもし向いてないかもみたいなね人がいたら、もう今すぐマインドチェンジしてください。いいですか。留学に向いてないと思ったら向かせればいい。向いてないなら向かせればいい。 OK ですか。ここマインドチェンジしていきましょう。もう向いてるわーって思った人はもうバーン行っちゃってください。ただちょっと向いてないところあるかもって思った人は向かせればいい。それだけです。まあ、留学にもこう向き不向きっていうのがあるように、まあ、何事でもこう自分に合う合わないってありますよね。でもこの留学に関してっていうのは、全てにおいて自分が変わろうとするかどうかなんですよ。 OK ですか。変わろうとするか、もうそれ次第なんです。しかもその向いてる向いてないとかで言ったら、そこで変えられないような難しい、自分には無理だみたいな難しいことってないんです。誰もがしっかり向き合えるようになってます。なので留学の価値は自分が左右する、まあ、こういった心構えでね、ぜひぜひ海外にシューッと飛んでいってほしいですね。そこで英語をしっかり学んで、自分のやりたいことをたくさんやって、そして日本にない経験をたくさんしてきてください。はい、ということでここまでご視聴いただいてありがとうございます。最後にちょっとだけ、海外に行かずにもう後悔している、行けばよかった、もうなんで行かなかったんだろうっていう人たちね、もう僕が海外に行く前もそうだし、行ってる時でそうやってこう終わった後にこう仕事をね、こういう仕事をしてる時にもあった人たちの中で、やっぱ海外に行けばよかった、行きたかったっていう人たちがたくさんいたんですね。で、まあ下手したらその中の一人に僕もなってたかもしれない。でもあの時に一歩踏み出して本当に良かったと思います。人生のターニングポイントって本当にありますね。そういう経験がある方もいると思うんですけども、少しでも海外に行きたい、もう住みたい、留学ワーホリに行ってみたいっていう人をね、本当に生かしてあげたい。もうそういった行くとまで言い切れてない人とか、行きたいな、行けたらいいななんて思ってる人たち、そういう人たちをもう僕は全力でサポートしたいと思います。もうその人たちの人生のターニングポイントでしっかり背中をね押して一歩踏み出すサポートをしてあげたい。今回はその一環としてこんな動画も作ってみました。なので留学やワーホリに興味がある方はぜひ参考にしてみてください。留学やワーホリに興味がある方、 EFJ ではあなたと海外をつなぐ留学エージェントとしての活動も行っています。近い将来日本を飛び出すぞって方、僕ら EFJ にそのバックアップをさせてください。ぜひ一度直接ビデオ通話にてお話ができればと思いますので、下の説明欄に貼ってある公式 LINE を登録していただいて、そちらからメッセージをお願いします。一緒にスケジュールを合わせて、まずはあなたの海外への夢や思いを聞かせていただければと思います。そして思いを言葉にするのが苦手な方、実際に話してちゃんと自分の思いが伝えられるか不安な方、そんな方でも僕がしっかりリードさせていただくのでご安心ください。 Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you did, don't forget subscribe and give us a like. So see you in the next one. Bye bye.